皆様こんにちは。本日は第15回韓国国際海洋フォーラムの開催、誠におめでとうございます。そしてクルーズセッションへのご招待を心より感謝申し上げます。私は日本の国土交通省関連財団である港総合研究財団クルーズ総合研究所副所長の田中三郎です。本日はよろしくお願いいたします。本日は貴重なお時間を使わせていただき、 COVID-19 パンデミック下での日本クルーズ再開を紹介させていただきます。本日初めの紹介は日本のクルーズ黎明期についてであります。日本のクルーズ元年は1989年です。1989年から1991年にかけての3年間で7隻のクルーズ船が建造され、そして8隻のクルーズ船運航がなされました。この頃は日本の外交海運会社が好景気であり、多くの海運会社が海運業の一つとしてクルーズ船事業に新規参入いたしました。この表の右の欄の会社名はクルーズ船の船主であり、日本を代表する海運会社が並んでいます。クルーズ船や国際フェリーを運航する事業会社が1990年に日本外交客船協会を設立したこともクルーズ産業としては大きな出来事でありました。次に、現在日本で運航されている日本籍3隻を紹介いたします。クルーズ元年から33年が経過したが、現在日本では3隻のクルーズ船が運航をされています。3隻はともに規模の小さな小型ラグジュアリークルーズ船でありますが、それぞれの強みを生かし30年以上にわたり事業を継続し、コロナ前でのそれぞれの会社経営は安定していました。しかしながら今はコロナにより不安定な経営状況でありますが、クルーズの再開そして回復を成し遂げ、今後も健全な運航と経営がなされるものと思っております。次に、日本クルーズ再開の手順を紹介いたします。日本の国内クルーズは次のステップを経て再開しました。まずはじめに業界による感染症対応ガイドラインが策定されました。2番目に、船舎の船舶感染症対応マニュアルの作成が行われ、3番目に船舎による感染症対応訓練の実施がなされました。そして4番目に、第三者機関である感染症対応認証の取得をしました。その後5番目の、各寄港地でのクルーズ船受け入れ協議会の検討、この5つのステップを踏みながら日本のクルーズを再開させました。次に、そのクルーズ再開への道のりがどうであったのかということを
時系列で紹介します。まず昨年2月ダイヤモンドプリンセス号による集団管制発生がありました。3月になると WHO によるパンデミック宣言発出に伴いクルーズ船の運航が中止されました。5月に日本外交客船協会が国際フェリーを含めた外交旅客船のガイドラインを発表しました。その後9月に日本外交旅客船協会が国内クルーズ3社に限ったガイドラインを発表しました。10月ガイドライン発表を受けた日本クルーズ船社による国内クルーズを再開させました。クルーズ再開から今日まで約1年が経過しましたが、この間に運航できたクルーズは数少なく、ほとんどのクルーズは運航中止状態でありました。なぜ再開されたクルーズが再び中止せざるを得なくなったのか、その大きな要因に次の2つがあります。一つは、日本での感染症拡大がとどまらず、人の行動、移動が制限されたことによります。このことにより、クルーズ旅行を中止せざるを得ない状況となったことであります。二つ目は、感染症の状況を見ながら、クルーズ旅行を増制しましたが、希望乗客が少なく、クルーズ船運航を中止せざるを得ない状況となったことによります。それではなぜ、船会社が造成したクルーズに集客が芳しくなかったのかということについて、その一つは、ダイヤモンドプリンセスの集団感染が人々の脳裏から離れず、クルーズ旅行への不安感が払拭できなかったということがあります。二つ目には、クルーズ船の運航は再開したものの、寄港できる港及びクルーズ日数が限られていましたので、クルーズ旅行商品そのものの魅力が薄れてしまったことも、集客不振の大きな要因となりました。では、クルーズ再開を成したクルーズ船ではどのような感染症対応が取られていたのかということを紹介いたします。まず、日本の船社3社は、感染症防止対策の3本柱として、感染症を持ち込まない、感染症を移さない、感染症を広げないという3本の基本を打ち立てました。それに従いまして、乗船前、乗船時の健康チェック、予防接種、通路分離などを規定しました。そして、乗船中の感染防止措置として、ソーシャルディスタンスを取ること、手洗い、マスクをしっかりと行う。そして、船内換気をきちんと行うと。このような感染防止策を、取りました。さらに、乗組員の管理、教育にも力を入れ、また、寄港地での行動についても、いろいろな規定を設けました。そして、感染者がもしも船内で発生した場合の対応をどうするのか
ということについてもきちんと措置を考えておりまして、このような対応でクルーズ船を再開させております。まあ、このようにクルーズ船は万全の感染症対策を実施して国内クルーズを再開しましたが、クルーズ回復にまではまだまだ厳しい道のりであります。どうぞ皆様のご理解とご支援をよろしくお願いいたします。さて、日本国内クルーズに続く国際クルーズ再開の見通しはどうでしょうか。現時点では国際クルーズ再開は見通しは立っていない状況であります。まず日本船の場合についてはどうかということについて見てみますと、来年3月にアスカ2による世界一周クルーズは予定されていますが、現在のところ実施できるかどうか目処は立っていない状況であります。またアスカ2以外の 船では国際クルーズは発表されていませんので、アスカ2の3月の世界一周クルーズがどうなるかということが日本船の国際クルーズ再開の大きな要因になってまいります。次に外国籍クルーズ船の場合はどうかということでありますけれども、多くの外国船社から来年3月以降の日本寄港予定が多数入っていますが、日本の水際対策、検疫手続きがどうなるか、これは現在まだ決まっていない状況であります。さらに国際クルーズとなると日本だけではなく近隣諸国、ロシア、韓国、中国、台湾等の水際対策も連動しますので、それぞれの国の対応もまだ決まっていない状況であります。このように日本船そして外国船における国際クルーズがいつ再開できるのかということについては全く見通しが立っていない現状であります。次にコロナの現状だけではなく、少し遠くを眺め、これからコロナ後、韓国、日本のクルーズ前景について提案いたします。一つ目の提案は日本韓国の多島海クルーズであります。韓国には全羅南道に多島海海洋国立公園があり、日本には瀬戸内海国立公園があります。両方とも多島海美がとても素晴らしく、特に海からといいますか船からの景色は誰でもが感動するクルーズの海域であります。この海域について両国関係者が協力し合って多島海を結ぶクルーズを造成し、世界の船会社に提案してはどうでしょうか。この素晴らしい多島海クルーズを世界に紹介し、世界各国から多くの旅客をこの海域に呼び集めましょう。どうぞ協力し合いましょう。よろしくお願いいたします。二つ目の提案は北東アジアクルーズです。パワーポイント資料は昨年2020年6月に実施予定であったコスタクルーズのパンフレットです。このクルーズは COVID-19 の影響で運航中止となりましたが、
韓国の即所ポハン、日本の福岡、舞鶴、金沢、そしてロシアのウラジオストックを結ぶ7泊8日のクルーズでありました。そしてさらに同一ルートを連続して4周するというクルーズの提案でありました。多くの人がこのクルーズの実施を期待していましたが、実施中止となり誠に残念でした。この案にあるように、春から秋にかけての日本海、東海は湖のような静穏な海域でありますので、クルーズには最適のエリアであります。このように今後もこれと同じようなクルーズ計画を立案し、世界中の船会社やクルーズ旅行マニアにぜひとも紹介していきたいと思います。本日の最後の紹介は、日本でアスカ2を運航する優先クルーズ株式会社が新造船計画を発表したニュースをお伝えいたします。建造する造船会社はドイツのマイヤーベルフト社です。船は現在のアスカ2と比べ総トン数は少し大きくし、定員は少なくした。つまり世界トップレベルのゆとりある船となりました。またこの船は地球に優しい最新鋭のエコシップであって、3種類の燃料に対応したエンジンを搭載しており、脱炭素社会にふさわしい船であります。2025年この船がデビューすることが楽しみであります。本日は日本のクルーズ再開に関わる紹介をお聞きいただきありがとうございました。今後もお互いに連携を図り、北東アジアクルーズの振興に取り組んでいきましょう。どうもありがとうございました。